はいどうも、全力で今日 YouTuber、ビーモリです。本日、オリックス・バーローズ2024年最終戦でした。消化試合なんですけども、はい。オリックス、なんと、序盤から大量得点、えー、合計8点を奪いました。えー、そして宮城投手、えー、1失点の関東勝利で、見事、えー、最終戦を8対1の勝利で飾りました。イエイオリゴー という感じにならないのは、なぜでしょうか。はい。えー、勝ちましたよ、今日。8対1で圧勝。マジで今日のオリックスの攻撃は強いチームの攻撃やった。もう何も無駄がなかった。攻撃に隙がなかった。西川龍馬選手、猛打賞3アンダー。胸優馬選手、優馬くんが、今日昇格、即ね、また、スタメンで3アンダー、猛打賞。すげえと。そして、極めつけはやっぱり、若月選手、満塁ホームラン。 いや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 、タッチャーが満塁ホームランでもこれ優勝するチームの野球やんと。もう今からフェニックスリーグにいて日本シリーズ調整するかよでね。まあ、いそんぐらい強い野球でしたよ。宮城投手もね、えー、6回1失点。楽天打線に正直、スキを与えませんでした。なんでこんな、勝ったのに、悲壮感が漂ってるのか。っていうのも。えー、宮城博也投手がね、えー、今日、あの、タイトルがかかってまして、最優秀防御率ね。まあ、規定投球回。 まあ、だから、規定投球回に達して、なおかつ、まあその、最小限の失点でいけば、最優秀防御率獲得やったんですよ。え、条件が、無失点の場合7回3分の1。1失点の場合が8回3分の1やったんですよね。今日の宮城投手なら、まあ、それも全然クリアできるような状態やったんですけども、6回1失点の段階で、雨が強まってきまして、一時中断。えー、そしてそのまま試合は再開されることなく、コールド負け、<laughs> コールドですね俺、ナチュラルに今、コールド負けって言ってもった。勝ってます、さえ。うん。勝ってるんですよ。勝ってますからね。コールド勝ちですからね。8対1のコールド勝ち圧勝ですよ。オリックス待ちにもってコールド勝ちじゃないですか。今シーズン雨に泣かされてコールド負けしてきましたからね。沖縄でもね、えロッテにもコールド負けして、マリンでもね、コールド負けして、コールド負けばっかりよ。ようやく念願のね、雨を味方につけてコールド勝ちじゃないか。やったじゃないんですよ。ここで、宮城の規定投球回も、最優秀防御率も、なくなったんですよ。 だから、雨で中断しなければ、もしかしたら、8回3分の1投げて、規定到達最優秀防御率だったかもしれない。それが、7回3分の1も投げれなかったから、規定投球回すら行ってないと。あ宮城投手、ベンチで泣いてました。悔し涙。勝ち投手ですよ。関東勝利ですよ。1失点ですよ。そのピッチャーが、ベンチに泣いとった。もう、ライトスタンドに挨拶に行って、選手たちの顔、そしてファンの顔、もう負けたみたいな表情をしてる。 もう負けたみたいな雰囲気だっとんねん。いや、まだ8対1で勝っとんねん。ちと,だとオリックスファン2次会しとったけどさ。うん。もうそんな雰囲気じゃなかったやろ。もうか、勝ってるんですよ。勝ってるんですけど。 やっぱ、それだけ、宮城投手のタイトルにこの試合全てをかけたんですよ。ね、オリックス、今シーズン正直もうね、本当に、いいところがほとんどなかったと。いや、それ細かく見ればありますよ。太田選手の覚醒とかね。ありますけど、その目に見えるようなところで、うん、やっぱタイトルも今年、なかなかいないし、CS も出れないし、唯一残された希望が宮城投手の最優秀防御率だったんですよ。だから正直ね、うん、この試合にかけた部分はあったと思うんですよ。それがね、 相手に打たれたならば、まだは、納得はいくよ。もうそれ宮城投手がね、打たれてしまう。それ,もうそれ、それ以上だから。ただ、ちゃんと仕事して抑えてるのに、雨に泣かされて、こんな形でね、あのー、タイトルも規定もなくなってしまうと。これはもやりきれんぞと。この悔しさをどこにぶつけたらいいんだ自分を責めるわけにもいかない。天気を責めるのももう天気はしゃあない。相手を責めるわけにもいかない。審判団だってね、宮城投手のために多分今日結構粘ってくるだよ。 審判もよく頑張ってくれたと思う、今日は。ブランド整備も必死でね、土巻いてくれたりとか。みんな今日頑張ってくれた。誰を責めるわけにもいかない。誰責めたらいいんやと。まあ、そういうやるじゃない気持ちから溢れた涙。これはちょっと残酷ですよ。野球ってこんな残酷なのかと。初めてですよ、勝ってこんな気持ちになったの。こんな残念な足勝、初めてだよ。もう、強いて言えばさ、もう、打線が悪いんじゃないのか、これ。あの、今日は打ちまくったでしょ。 これね、仮にいつものオリックス打線であれば、まあいつも通りサクサク終わって、多分あの雨が降り出す前に試合終わってたと思うんですよ。終わってるかも宮城投手がもう規定には絶対到達してる。オリックス打線が今日なんか頑張って、攻撃時間めっちゃ長いから試合時間長くなって雨が降り出したっていう。オリックス打線がいつも通りやったら、今日、なんとかなってたんじゃないかって思ったりもするんですけど、 まあね、しゃあないですよ。いや出せんもんね、それは頑張ってます。野主人だってね、その、成績とか年俸とかあるでしょ。必死だからまず、それしゃあないっすよ、うん。冗談っすよ。はい。うーん、だから本当に、やるせない。洗いが悪い。いや。お前が悪いなあ。こういう時のお前やったわ。ごめん、忘れてたわ。こういうね、その、やるせない時にね、責任をなすりつけるのが、この子でした。久しぶり、ジョージお前。<laughs> あのー、しばらく俺もね、現地感染の遠征続いてな。しばらく空いてなかったな。元気してた、ジョージ。な <laughs> そろそろあの、モレルさんの愛のある進化劇で受けたかったね。思ってたんちゃうんけ、お前。<laughs> お前が全部悪いね、おい。甘いすんなよ、お前。お前もグランド整備参加しろや。グランド整備参加して、土巻いてこいや。あの、楽天のグランド整備、ちょっと人数少なかったわ。お前も参加してグランド整備してこいや。お前が全部悪いね。 ジョージが。危機感持てよ、ポンカスは腐っても3連覇経験しとんねん、うちのポンカスは。お前入ってきてから5位やぞな。そこ分かってんのが危機感持て。はい、ということでね、えー、こんな形で今シーズンが終了してしまいました。勝ったんですよ。はい。8対1で勝ったんですよ。はい。勝ちで圧勝でシーズンを締めくくったんですよ。はい、とてもそんな空気じゃないんですけど。まあ何はともあれ終わりです。はい。5位です。えー、本当に不完全燃焼なシーズンでした、オリックスは。えー、そうですね。 うん、まあ一応現地にね、いっぱい行って、精一杯声援を送ってきたんですけどもね、なかなか思うようにいかないのが野球ですよ。まあね、でも、暗黒自体はいつもそうでしたから。はい。まあその時にね、まあ一時的に戻ったと思えば、まあそんな辛いことはないですよ。ただね、この経験を糧にね、本当に来シーズン以降絶対このままで終わらないと。正直今年は暗黒シーズンの中でも面白くなかった。面白い野球をしてくれ。ファンを楽しませるような野球をしてくれ。もうそれだけです、僕からの。 オリックスの言いたいことは。ま、あ本当にね、今シーズンを振り返ってみれば、ま、あ本当にきついことだらけでしたけどもね。まあ、ね、細かいところを見れば、宮城投手だってね、あの、本当に、また一皮向けていいピッチングしてくれましたし、ソタ投手も覚醒した。いや、投手陣本当に頑張ってくれたよ。まあ、打線で言うとね、大田良選手を覚醒したりとかね、森友哉選手がね、なんやかんや、打線の軸にやってくれたりとか、いい部分もいっぱいありましたよ。7連勝だってあったよ。 そういうところだけを振り返ってね、えー、来シーズンまで、えー、僕は待ちたいと思います。はい、いやーまじで暇だ10月や、久しぶりやいや、久しぶりやで、オリックスがなんもない10月って。どう過ごしてたっけどう過ごしてたか忘れましたもん。いやーちょっと本当にね、抜け殻状態ですわ、今。明日からどうしようっていう。まあ、とりあえず明日から僕逃亡します。はい、またガチ目に海外逃亡。いや、今回も野球関係なしでガチ目に逃亡するんで。はい。本当に2024シーズン、本当にありがとうございました。えー、正直僕自身はね、まあ、 本当に色々あったシーズンですけども、後悔がないといえば嘘になるんですけど、はい。まあその中でもね、この YouTube 活動をして、まあやることはやったシーズンかなとは、はい。まあ思ってます。やりきりはしました。まあ後悔はありますけどもちろん、はい。まあ来シーズンはね、またね、えー、最大限ね、自分のできる範囲で活動していこうと思いますので、よろしくお願いします。来年こそはよっしゃー